こんばんは。こんばんは。皆さんようこそ。アップアップストアへようこそ。本日のイベントにご参加いただき、本当にありがとうございます。アプリのローンチという素晴らしいタイミングで、皆様とこのような特別な時間を共有できることを、我々は本当に嬉しく思っています。今日は私たちのお店でお買い物をしていただくために、特別な製品をたくさん用意しました。ですが、それをご紹介する前にです。アップバンクストアについてご説明申し上げます。私たちアップバンクストアは4月に大阪、その後新宿、渋谷に2つ、池袋、八重洲、原宿に出店を続けてきました。私たちは現在7つのお店を運営しています。そしてインターネット1万点以上の製品が買えるインターネットお店 EC サイトです。3000以上で送料、さらに無料アプリの提供もスタートしました。外出先でも多分ベッドの上からでも一度の商品が楽しめる。なかなか便利ですよね。7つのお店、インターネットサイト、そしてアプリ、いつでもどこでもアップバンクと一緒にお買い物ができるんです。それが私たちアップバンクストアです。そして最後にもう一つ、皆さんにアップバンクストアのアプリでお買い物を楽しんでいただくために、今日は特別な商品をご用意しました。1年半私たちはこの日を待ち望んできました。iPhone アクセサリーのマーケットには、まれに全てを変えてしまうような本当に革新的な製品が登場します。例えば一つでもそういった製品を販売することができればとても幸せなことですが、私たちはそういった製品を販売することができるというチャンスに幾度か恵まれてきました。私たちのパートナーであるアピロシアのクリスタルアーム、革新的な製品を製造し、販売し続けるそういったですね、スペシャルなブランドです。2013年の1月、アビノ計算強化化です。優れた耐久性で iPhone のディスプレイを保護する方法を根底から変えた素晴らしい製品です。2014年の1月、クリスタルアーマー覗き見防止強化化です。iPhone のディスプレイを保護するだけでなく、側面からディスプレイを覗かれることをなくす。電車やバス、そういった中で通勤や通学をする人たちの、そういった人たちの、たくさんの人たちのプライバシーを守り続けてきました。そして2014年2月、クリスタルアーマーバックプロテクター、バイヤー、 iPhone のディスプレイだけでなく背面を保護することができる。ケースをつけなくても iPhone を傷や汚れから守れるというスペシャルな製品です。そして今日私たちはもう一つの全く新しい製品を発表します。iPhone のディスプレイを傷や汚れから守る強化ガラス、紙のように薄い、シルクのようにスムーズ、
そしてとてつもなく耐久性に優れる。3つの特徴があります。まるでその存在を忘れるほど薄く、触り心地はスムーズ、そして傷や汚れからディスプレイを強固に守ることができる。今日クリスタルアーバーカップバンクは iPhone ディスプレイの保護、ディスプレイ用の保護ガラスという製品を再展示します。の強化ガラスをご紹介します。ゴリラが作ったガラスです。バイヤー冗談です。バックヤードにゴリラが聞きますが、今日はそのままにしておきましょう。バイヤー。この製品の薄さは 0.15mm、 装着していることを忘れるほど薄く、全く存在を感じさせないような製品。ガラスの縁やホームボタンの周りを丸く削ることで、手で触れたときに、ザラッとした感触がしない、とても滑らかという製品です。そして iPhone のディスプレイにも使用されている購入者のゴリラガラス、鍵や小銭とポケットの中で擦れても傷がつくことはありません。一般的なガラスに比べて 130% も強度が高い、表面がとても硬く作られています。薄く滑らかで丈夫、耐久性に優れるゴリラガラスを使用した 0.15mm のガラスプロテクト、クリスタルアーバーゴリラガラスペーパーシール。通常のガラス、一般的な強化ガラスと、同じ 0.15mm の製品、値段はそういった普通のガラスと変わることがなく、税抜きで4000円です。ファイヤー、ファイヤー。本日からジデー、この瞬間からアップバンクストアのアプリ限定で発売開始です。それでは皆さん、ぜひご紹介してください。ご視聴ありがとうございました。アップバンクストアバイヤーの盾でございます。いつもアップバンクストアでお買い物をいただきありがとうございます。インターネットと、実店舗両方ありますので、これからもよろしくお願いします。そして、バイヤーチャンネルの登録お済みでしょうか。スマホの方は動画のタイトルをクリックすると出てくる赤い登録ボタンがありますので、そこからご登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイヤー。